皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は9月4日の夜でございます。南大井ペインクリニック院長の上山直樹氏がお亡くなりになったということで、そのことについて教えてくださいという、こちらは私の苦手な検証占いになるんですけれども、ちょっと急ぎで占わせていただこうと思い、そして引かせていただきました。でそれを今から読ませていただきたいと思います。カードに聞くシリーズになるんですけれども、この件につきまして、もう皆さんもご存知だと思うんですけれども、もしもご存知のない方は、そうですね、概要欄にURL を貼っておきますので、先にミナモニュースさんの動画をご覧くださいませ。ミナモニュースさんがすごく分かりやすくご説明くださっておりますので、そちらをご覧になってからこのイマン劇場にお付き合いくださいませ。今回はお亡くなりになったことですので、イマン劇場とかそういうお言葉もふざけているようで、良くないですね。良くないと思います。でも本当に苦手な検証占いでして、これから本当に真剣に占わせていただくんですけれども、全く何の情報もないんですよ。ほとんどないので、どのようなお方かも存じませんし、その死因すらわからないんですよね。なのでもうね、本当に当てはめようもないんですよ。なのでトンチンカンな当てはめ方をしてしまうかもしれないで、そういう危険があるので、本当はこのような占いはすべきではないのかもしれませんが、どうしてもやっぱりこのね、佐賀と申しますか、占わせていただかなくて数にはいられないんですよ。いられないので、占わせていただきたいと思います。でこの方の年齢は私ね、ちょっとね、個人的に調べさせて、個人的にですよね、調べさせていただいたんです。そうしましたところ、なんか情報のかけらみたいなものがございまして、なんかね、2022年の5月29日なんですけども、この院長の同級生が61歳でお亡くなりになったっていうことを何か書かれていたんです。ということは2年前で同級生が61歳、ね、でいろいろね、いろいろな理由があって、同じ同級生でも年齢違う場合ってございますが、でもちょっと同じだと考えますとですよ、2年後の今は、63歳になるお年なのではないかなと、お誕生日にもよりますので ね、そういうお年なのではないかなと思います。まだお若い方ですよ ね、上山直樹先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。ではいつも以上に緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。またふざけるようなことになってしまいますが、そういう意味は全くございませんが、いつものイマン劇場ですので、本当にね、皆様ご一緒に、もしかしてこういうことなのかなとか、そんな感じでご覧いただけましたら、救われます。情報がないので本当に、当てはめられないんですよね。ホープが逆、希望がある、希望がない、あとはわ、これ何が言いたいんだろう、このカード1枚目から非常に困ります。これはね、カードの意味が、このカードが持っている意味ですよ。これは出来事とか事件とかそういうことに影響を受けるなって言っているカードなんです。あなたたちが待っていることはすぐに成功するからと、ね、そんな意味のあるカードなんですよ。でこれが逆になると、何かね、遅くなるとか先延ばしになるとか延期するとか、遅れるとか、そういうことがあって、でそのせいであなたがしていることへの自信を失わせるかもしれませんと。そういう、なんていうの、遅延とか先延ばしとか遅れとか、そういうものがあなたがしていることへの自信を失わせるかもしれませんと。でも絶望するな、なぜならばただの災難だと、ただの事故だ、
ただの不運な出来事で容易に解決するからって言っているんです。で今死因について聞いていて、こういうふうにね、事件だの、何事故だの災難だの不運な出来事だのっていうキーワードが出てきますと、ってどうしても注目せざるを得ませんよね。でこの場合亡くなっておりますので、もしもそれがキーワードとしますと、とてもではないですけどただの災難とかただの事故とかそういうふうには思えませんよね、何が言いたいのかな。あとはね、仕事ではあなたが整えるまで、何かを整えるまでです、無期限に見合わせなければならない、もしかしたらこれほぼ永久に見合わせなければならないって言われてるんです。なのでちょっとここで無理やり当てはめるとしましたら、この先生がお書きになっておられたブログね、これちょっと整えるまでは無期限に見合わせた方がいい、そういう状態だったのかなとか、あとね、全然別です今度、意味の中にお金のこともあります。もしもお金を借りているならば何か待たなければならない、何なんだろう、ちょっと分からないけどそういう意味もございますし、あと、この先生はご結婚なされているのかね、それとも例えば離婚なさっているとか、ね、彼女がいるとか、もう全然全く何も分からないんですけども、一応このカードが伝える恋愛っていうのでは、なんかね、パートナーはちょっと離れていってしまっている、で、時間はかかるんだけれども戻ってくるから、その間楽しんでいてくださいっていうような、そんな状況が出てるんです。一応ね、これでこのカードが持つこの逆の意味も全部私今お伝えしました。抜けはないと思います、多分、多分ですけど、この中で引っかかるとすればやっぱり無期限に 見合わさなければならないかなと思います。これね、あんまり大きな声では言えないんですけども、引かせていただく際に毎回毎回必ず、ああ一味は関係していますかっていうのを、申しております。その辺もしも関係しているなら教えてくださいというような感じで聞いております。じゃ次いきます。下せませんね、これ思いません？今死について教えてくださいと言っているのに、これね、非常にこれ成功、特にお金とかね、そういうことの成功のカードなんですよ、これって。これが表す人がちょっと引っかかってくるかな。ちょっと無理やり当てはめますと、アーケの最大の利益を推し進めるような相談相手、アーケの相談相手、あとアーケのご意見番、そしてアーケのためにドアを開けてくれるようなアーケの擁護者、アーケの推進派が出てます。極度にアーケを持ち上げるような人なんか今あのふざけた署名がね、ちょっとね思い出されましたよ、そういうのをするような人が浮かびます。これね、いろんな意味あるんですよ。状況とすれば成功する見込みのある機会なんだとか、あなたの道は保証されている、この道、あなたっていうのはなんかアーのような感じがするんですけど、アー家の道は保証されている、安全で保護されている、それこの擁護者によってだと思いますよ。で一番ここで今引っかかるのは、あらゆる障害と困難を取り除けなんですよ。障害があったら、ね、もうこのドアを開けるための障害があったら全部取り除けって言っているカードなんです。でキーワードの中にはなんか言葉を選びますが、どう言ったらいいかな、殺める方の多悲とか、お仕事ですと解任するとか、何かを廃止するとか撤廃するとか、例えば建物ね、例えばお家の件だとするじゃないですか。そうしますと立ち退けとかね、追い出したりとかね、そういうちょっと乱暴なものが見えるんですよね。これちょっとね、ちょっと本当に浮かんだことなので申します。ちょっとね、
かなり乱暴なことする、そういう、人というか、そういう感じがなんとなくちょっと引っかかります、これは、この出し方が。ということは成功したのは別の人なんですよね、っていうことになるじゃないですか。なくなってるんですから。です、これですよ。コンステンシーギフト、ギフト、これは、この詩だと思います。もうで、これはいつも見ているなんですよね。いつも見ている、誰の目でしょうね。ねえ、なんかね、この相談相手、擁護者、その目かなとも思わなくもないですが、もしかしたら今回はブログのことがどうしても私引っかかりますので、いつもアーケがね、いかに不誠実か、いかに不正直かをいつも見ておられた、その目なのかなっていう感じもするんですよ。したらこれが、見てください、こういうのがやってきて、これが家の中にね、そうなるようになってしまう。これは贈り物をして贈り物を受け取るっていうカードなんですよ。だからこのね、どうも気になる擁護者が贈り物をしたんじゃないかなと、アーケに。で、自分も贈り物を受け取っている、そんな感じかなとか、次々読み進めますね。あ、一つね、ここでね、例を挙げさせていただきます。なぜ安易にできないかという、この検証占いが、例えばですよ、これってね、利己的ではない手を差し伸べよっていう意味があるんです、ね、お金を得ずに他者を助けなさいって言っている意味があるんです。そしたら今ね、お亡くなりになった方なので、あんまりそんなことは言いたくないんですけど、これちょっとごめんなさい、本当に例とね、全くのこれ一例ですよ。例えばこの先生が何かそういう利己的な感じだったとするじゃないですか、ね、でそこでこの目がある、誰か分からないですよ、ね、この目がある、いつも不正直で不誠実な先生を見ている、ね、でこれが訪れるとか、そういう風になるんです。だからもしも先生がそういう方だったら、そんな風に当てはめられるんですけど、もう全く存じませんので、もうね、難しいんですよ。ただ本当に意味だけで見ているわけではないので、これは違うとか、そういう、ね、感とかそういうのも、ね、お伝えさせていただいておりますので、ありゃこれ普通婦人なんですよ。偽物ですから、これアーケなんですよ。偽物なんですか、これハウスパーソン、コートパーソン、アジャーニー。このアジャーニーっていうのも死での旅なんじゃないんですか、なんかそんな感じがする。これ本当に偽物ですよ。いつも出るカードです、特に婦人で出ます。間違った大義、横島な計画、不適切な態度、不適切な決定、それからキーワードはごまかしとか騙し、偽善とか嘘の口実とか、いろいろあるんですけれども、でこれはね、いろんな、もう裁判官だけではなくって、裁判に関係するような人、それだけじゃないんですよ。例えば裁判官とか弁護士とか検事とか、そんなものだけじゃないんです。そんな方々だけではなくて、もっともっと広がっていって、いろんな人、広い範囲で見るんです、どなたかっていうことを。その中にはね、政治家とか、例えば税務調査官とか、何か期待される利益を決定するような、そんな人、ね、例えば裁判官もそうじゃないですか、なんとなくね、そういう人とか、なんか当てはまってくるんですよね、そういう人で。このカードが持っている意味っていうのが、この人間がやってきてですよ、先生のところに。この人間か、この一味か分かりませんけど、で先生に圧力をかけるんですよ。これ圧力をかけるカードなんです。で先生は嫌なんです、
とてもではないけど従いたくないんですよ。でも圧力をかけられて、もう黙諾、黙従するよう要求する、要求される、先生は異議を唱える、論争とか議論とかそういう口論とかそういうのもあるんですけど、そういう意味があるカードです。でこれ何か特定の問題か、その先生の懸念事項っていうのがとうとう勢いを増して進んでしまう、そういうのが出ている。で当てはまるといえば当てはまりますよね。ねえ、まあ、だから今劇場になってしまうんですよ。これ魂の旅という意味もありますので、本当に亡くなったっていうふうに当てはめてもいいのかもしれないんです。あとは本当に旅なんですよ。旅、乗り物に乗るとか、どういうお亡くなり方だったんでしょうね。何か乗り物関係ありますかね。5番正位置、これは何か二者間でギブアンドテイクのバランスを取るカードなんです。これも私はなんかアーケと擁護者みたいな感じがする、見返りは期待しませんよって言って与えるんですよね。でもそういう風でわざわざ言わなくても、見返りは期待しませんよっていう風にして与えるんですけれども、相手が与えてくれたものは心よく受け取る、そんな人が出てるんです。これと一緒なんですよ。なんとなく送って送られる、ギブアンドテイク、できる限り与えようっていう気持ちが出てるんですよ。だから例えばですよ、この怪しげなね、私どうしてもこのカード引っかかります。でこれ同じカードなんですよ、種類が。だからちょっとつながっているのかもしれない、でその時にはできるだけ与えよっていう気持ちがあるんですよ。もう何でもするんじゃないかっていうぐらい。でここのワードがね、ありのままの彼らを受け入れろって言ってるような感じなんですよ。ありのまま、ね、現状を受け入れれば成功は保証されるっていう意味なんですけど、まあ成功でなくても現状を、受け入れるならばっていう。でもなんか受け入れなかった先生がおられるような感じがするんですよね。これね、まああのね、ブログで正当に、ご意見を述べておられました、ね、全く私も同じ思いでございます、ね、アーケに対する思い全く同じでした。でそれなのにアーケは改善とか一切なく、ね、まあ、もう改善もいらないですよ、立ち去ってほしいだけなので、ね、ですがありのままを受け入れろとか、これってね本当にね、あのね東大の今のあの T 大のあの署名、ね、一味が立ち上げた署名のあの文章が浮かびますよ。ありのままを受け入れろと、このままの現状を受け入れろと。誰が受け入れますか。ブレストロス、これなんだろうな、お金関係、ウォーリーエラー、なんだろう、なんだろうな、このカード、これは難しい、これは難しい。これはね、あの何か休息したり静養したりしているような姿にも取れます。そういう姿にも取れるんですけども、ね、何かあって沈静化しようとしたり落ち着かせようとしたりなだめようとしたりっていう感じとか、あとはご自分、それかご自分自身が冷静になろう、落ち着こうとなさっていたか、そんな様子かもしれない。でどうして落ち着かなければいけないかというと、これなんです。何か損失がありました。これお金です。金銭上の悩みで脅迫とか脅しがあるんですよ。脅かす人が出てます。危険な存在で、これなんです。もうとても不安、懸念、心配がある。でそこに一緒に出ているこのエラーが気になるんです。失敗とか落ち度とか
何か誤りがあったのかなという、人間ですからね、何か過ちがあって、で不安になっておられる、ここにはそれを脅す人がいる、脅迫する人が出てるんですよ。なんだろう、お金、これはもう全くわからないです。お金の何かが、ね、どんなことがあったとか全くわからない。ちょっと1枚目かな、気になったあのホープ、別に気になりはしなかったんですけどね、あのね、なんかあのもしお金を借りているならば待たなくてはいけないとか、そういうのがございましたでしょ。だからもしかしてどこかでお金、何かお金借りておられたんでしょうかね。別に借りるってね、普通に銀行からお金を借りたとかそういうことありますよね。クリニックとかそういう、ね、経営なさっておられたらいくらもそういうことなさいますよね。なんだろう、でもなんかその辺のところから借りないはずですし、だからわからないんです。これごめんなさい、言い訳じゃないんですよ、ただね、こんな風にね、本当にアイデアが浮かばないんですよ。またマニーですよ、サーバント、スイートハート、この場合は敏宮殿下のことをブログでは本当にあの応援しておられましたね。でもこれ敏宮殿下のことだよっていうふうにカードが言っているようには思わないんですよね。本当にもしそうだったらこれ本当に恋人になりますしね、あんまりあのいい加減な名誉毀損みたいなことになったら大変なのでね、そんなものいませんよっていう話になったら。でもカードは何を伝えようとしているのかな。お金で、これは使用人なんですけど、何か自己犠牲とか献身とかそういうのもあります、意味の中に。お金、財産、なんか富、恋人、何かあったのかもしれないですけどね。あとこれ使用人なので、先生には使用人おられますよね、あのこのクリニックでね。例えばですけど看護師の方とかね、そんなことが、まあ、それこそあんまりいい加減なこと言えないですよね、これはちょっと読めないですね、いい加減なこと言いたくない、わからない、ちょっとこちら見させていただきます。クラウドリング、マーケット、これね、何か落とし穴と罠です、これ罠、落とし穴がありました。なんか落とし穴にかけられたのかしら、これ脅かす人ってか、これどうもそういうこともありうる、冷静になろう、落ち着こうみたいな、これ罠なんですよ。リングはとてもいい意味があるんです。でもね、横にね、こんな良くないカードが出た時はこれはね、落とし穴とか罠に変わるんですよ。なのでそれを告げています。でこれはこの雲が今回言っているのは、何か疑わしい出来事です。疑わしい出来事とか何か事件を予期する、厄介です。先生のお気持ち、当惑、困惑、混乱、あと疑いとか疑念とか疑惑、どうもおかしいっていうような、あ、そうか、罠にかかってるんだから、そういうふうにおかしいと思ったんでしょうかね。でこれはっていうと、何か あらゆる仕事とかビジネスとか労働とか働きとかそういうことに関してですかね。これが死について関係あるんですか。どういうお亡くなり方したのかね。例えばもう少ししたら何か分かったりするんでしょうかね。その時また改めて当てはめてみたら、あ、このことなのかってことになるかもしれないですけれども、マレリー、メリメントレター、これ夫人じゃないですか。なんかそんな気がする。それ以外にこれ、このカードにピタッとくるものはないんですよ。でこれこそなんか H の姿みたいな気もします。で何かお手紙来てますよ。これって近々正式な公文書が届く、それは裁判手続きの召喚状である、結果はあなたにとって悪いですよって言っているようなカードなんですよこれね。そしたら先ほどこういうね、なんかコートパーソンだの
あと脅かす人とかね、そういうのも出てますので、何かそして罠にかけられててとか、いろいろねストーリーを作れるんですけども、まあ安易なストーリーは作りたくないですね。ねえ、うん、でこれが H なのか、それか何かするときは慎重にしなさい、出ないとミスは高くつきますよって言われてるカードなので、そこへ夫人が登場、あーが関係してるじゃないですか。これだとだんだん劇場感が強くなってきましたね。 Good player to spy ですよ、スパイ。 Birth pregnancy、 いよいよ来ましたね、このワードが。これキーのことなんじゃないですか。先生のブログがバーッと広まった数ヶ月前ねのはこのことですからね。これ妊娠、まあ、出産じゃないですけど、出産ではないですけどね、ねえ、そのことだと思いますよ。これはカードが伝えているのはそうじゃないかなって。スパイまで出てきてますからね、スパイ。これは良い選手、良い駒なんですよ。良い駒夫人のじゃないんですか、これがスパイしてますよね。キーの剣なんじゃないんですか、あのブログの一番強烈なところですからね。で、まあ、これはまあ妄想の翼としてお聞きくださいなんですけども、やはりあの先生じゃないですか、ね、でそうなるといろんなことがお耳に入ってきやすいと思うんですよ、ね、まあ、守秘義務がございますので、誰にでも何でもペラペラお話してはいけないんですけれども、それでも例えば友人間とかそういうのでキーのその過去のね、そういうことが一般の人よりは耳に入りやすいと思うんですよ。それからどこでどうつながっているか、ね、年齢的にも、ね、うん、まだお若い方ですし、より入りやすかったんじゃないんでしょうか。でこの良い駒とスパイしてるのは何か気をつけろっていうカードなんですよ。これ患者が入ってるので、ね、患者って病気 の、 あの患者さんじゃないですよ、間のものですよ、ねえ。良い駒、誰の駒ってこの駒なんじゃないかという、これは想像ですけどね、うん、Reunion Wedding。 これもね、なんかね、あ、皆さんこうじゃないかって、これはね私感じることなんですけど、これもこう来た時、最後はこれだったでしょ、ね、だからこれが原因だって言ってんだよって感じなんですよ。これこのことをブログに書いたことで、これもなんですよね。これ年の宮殿下のこれ一体詩、そういうことをすごくそこを応援なさっておられました。当然の感覚でございます、ね、ほとんどの国民が同じ気持ちでございます。でもなんかこのカードはそれが軽率だって言ってんだよみたいな感じ、そうかもしれない。これ結婚とかそういうのじゃない、これだからもしもですよ、例えばですよ、これがなんか本当に、ね、どうだったか女性との復縁だったとするじゃないですか。で例えばね、復縁とかで結婚なさるとか、再婚なさるとかね、それが軽率だった何かがあったとかね、でもしそうだったらそれがピタッとくるんですけど、その辺はもう存じないので、うん、もうねアーケに絡めて言うしかなくなってしまっているんですよね、うん、まあ、アーケに関係ありますか、アーケに関係ありますか、関係あるなら教えてくださいと唱えておりますので、あ、やっぱりこれもね強烈ですよ。これスパイのカードですよ、2回出ましたスパイ。誰かがあなたの背後であなたに不利な行動をするとか、誰かがあなたを裏切るとか、うん、誰かがあなたに誠実ではないとか、信頼できない人とかね、誰かがあなたに反感を抱いている、もう激しく反対、猛反対しているとか、
侮蔑された敵なんですよ。もう対抗者なんです。そしてスパイを表します。このカードは敵に気をつけろって言ってるんです。これは先生にです。敵に気をつけなさいと。でもうとても疑り深くなって勘ぐって徹底的に周囲を調べなさいと。危ないって言われているカードなんですよ。これもそうなんですよ。スパイ。いやー気をつけろ、うん、次見ますね。8番の逆。あ、これはね、協力をやめろのカードです。協力をやめろと。禁止された関係、その関係をやめろみたいな、もう禁止された関係なんです。何かパートナーシップとか恋愛の関係とか、まあ何でもいいんですけれども、ためらわずにもう立てと、もう分離、協力をやめろって言われてるんです。なのでこれが例えばですよ、当てはめるならば、あのブログだったとします。そうするとまあ影響力もございますので、ってなりますと、そういうね、豊臣宮殿下への協力をやめろ。あとは何か出るかな。ハーティネス、キーじゃないですか。これ妻ですか。妻で受け止めますか。先生の奥様とか恋人、うん、もしこれが先生の奥様で現れていて、そこに恋人があってなってきたら、なんだか恋愛関係ですよね。ね、でもね、私思うのはこれね、このキーの要は信奉者、愛好家、そういうふうに取ります。要は飽き心ですよこれで。ここに出てるのは傲慢な態度、傲慢な態度、人を見下す、上からの。もうあの、また思い出しましたよ、あの T 大のあの馬鹿げた署名ね、馬鹿げた方ですよ。その一味が立ち上げたね、え、今何名ですか。12名になりましたかね。え、そのそんな感じ、もう人を見下すプライドね、え、そういう感じ。このキー信奉者が出てきてますよ。それがこの例の、私が本当にちょっと固執しますが、本当に強く引っかかっておりますので、例のあの成功のカードね、ドアを開ける、あれどこ行ったのかな、まあいいか、うん、あのカードがねちょっとね浮かびますね、うん、最大の利益を推し進める相談相手、ご意見番で、最後の3枚見ます。 To attract attention Friend Lover、 また注目を集める友人、そして恋人と取るのか、それとも同じようにこれで取るのかね。あ、ごめんなさい、光ってるのにも見えないすみません、全く見えない、ごめんなさい。これね、うん、同じラバーが2回出てるんですよ。だから本当の恋人なのかもしれないんですよこれ、ね、そこは分からないんですけども、注目を集める、うん、友達、恋人、うん、注目を集める、ブログのことですか、ブログのあの記事ですか、うん、ああ以外の相手との子供を3回でしたっけ、ね、っていうようなそんな内容、3回でしたっけ、ね、だったんですけど、友達、恋人、注目を集める、そのことかなとも思いますし、ああ難しい、これは本当難しいです。何にも何にも存じないのでね、お人柄とかはすら何にも分からないので、とても難しいんですけれども、まあ、このようにあのちょっと残しておきます。でまた何か
あのね、後々こういろんな情報って出てくることがございますので、もしも出てきた時にはこうやって当てはめてみたら、あのことなんだって、このことかっていうのが分かるかもしれないですけど、まとめさせていただきますと、やっぱりちょっとこういう物騒なものが出てますね、うん、物騒なものが出ているっていうのが気になります。これは私ちょっと一番この今回はちょっとこのカードが伝えていることがね、とっても強いですね、うん、はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。